どうも、オナです。今回なんですけれども、ANA がですね、決済サービス、ANA Pay というですね、ものをですね、リリースしたそうなんで、今回実際にどんなものかっていうところの解説と、まぁ、ちょっとね、今日、せっかくなんで、使ってどんな感じかっていうところをですね、レビューしていこうかと思っております。これ皆さんご存知でしたか？まぁ、Twitter とかね、よくチェックされている方はですね、ご存知かったかもしれないんですけれども、ANA Pay というものがですね、呼び方合ってるかな？アナペイの方は正直言いやすかったりするんですけれども、ANA は今呼び方って ANA に統一してるんで、おそらく ANA ペイ、なんかね、こう、打ってくれてよかったんですけど、どこにもね、それで呼び方書いてるとこなかったんで、まあおそらく ANA ペイだと思います。こちらですね、サービスが開始したということで、こちらも簡単に言いますと、もう PayPay とか LINE Pay とか楽天 Pay とか、そういった感じのなんちゃらペイの類の一つに、なるものでして、まあ ANA が QR 決済を、始めるというわけで、実際にじゃあこれからやっていこうかと思っております。まあそれでこれ果たしてお得なのか、そういったところもですね、ちょっと紹介していこうかと思っておりますけれども、どうやらね、これによって、なんかステータス、まあ航空会社、まあ ANA の上級会員にもなれるみたいなことを考えてるっていうですね、まあ公式の発表ではないんですけども、報道もされておりますので、ちょっと期待ですよね。航空会社、普段こう飛行機乗られてる方にとってはかなり重要ですよね。これで、まあ当然、まあ ANA ということで、マイルも貯めることができます。ではちょっとどんな感じかっていうところですね、早速なんですけど、今からですね、登録していこうかと思っております。今ですね、まあこちら iPhone ですけれども、こちらのまあ ANA マイレージっていうですね、まあ普段 ANA 乗られてる方であればインストールしてる方も多いと思うんですけど、こちらからですね、最新のアプリをもうダウンロードすれば12月10日からですね、始まっておりますので、使うことといいますか、登録ができるようになっております。それでまあ私に見ていただければわかると思うんですけど、今ですね、ANA のブロンズでですね、本当はね、2020年ダイヤモンド、まあ今まででダイヤモンドになったことなかったんで、ちょっと修行しようかなっていうふうに思ってたんですけど、まあこういった、まあ、ご時世でもありますので、ちょっと諦めてっていう感じで、まあ2021年できるのであれば狙いたいですね。はい、そんなことをですね、思いつつ、まあそれは置いといて、ANA Pay をですね、今からですね、こちらから登録できるそうなんで、登録していきたいと思います。こんな感じで、はい、出てきましたね。はい、というので私の代わりこっちですね。はい、ANA Pay ロゴもかっこいいですね。というのでクレジットカードからまあこうチャージしてですね、使うというので、基本的には200円につきの支払いで1マイル加算されるっていう感じですね。じゃあこれ実際始めましょう。それでね、重要なのがご利用可能なクレジットカードは JCB のみ、 JCB カードのみということで、はい、私まあ当然ね ANA カード持ってるんですけれども、ちょっとねお見せしましょう。はい、ということで私の ANA カードこちらになります。というので、マスターカードで死亡というので、いや、まあ死亡は言い過ぎですけど、くだんなくこちらは使えないということですね。はい、というので、まあ他の別にANA カードじゃなくても JCB であればチャージできるそうなんで、そちらで使いたいと思います。ということでやっていきましょう。始める。まあそれでいろいろ書いておりますけれども、同意します。ちゃんと ANA Pay のサポートセンターみたいなね、そういったところもあるんですね。で電話番号を入力するという形になります。まあ認証ですね。まあここら辺のセキュリティっていうところも大事ですからね。 ANA としてもまあ今はね、まあ航空会社としてまあやっていますけど、もちろんね、まあ他のまあこういったなんか決済サービスとかそういったところもこう力入れていこうと。まあやっぱね、昨今の飛行機はなかなかこうね、お客さん乗ってもらえない、まあ私も乗りたいんですけど乗りないという状況になりますので、うん、まあそういった意味で、まあこういったのを始めたんだと思います。動きは早いですよね、めちゃめちゃね。もう年末から始めるというのでね。はい、というので認証も OK そうで、じゃああとはメールアドレスとかの登録ですね。うん、じゃどんどんやっていきましょう。結構でも認証が多いですね。よし、お支払い通知の設定というので。お、もうこれで利用開始となるみたいですね。じゃあ利用開始押してみましょう。ドンと、おおというので出てきましたね。はい、パスワード入力してくださいと。顔認証とかまだ対応してないのかな。はい、おお、こんな感じで出てきました。かっこいいですね。かっこいい。フェイス ID とかもできるみたいですね。はい、というのでじゃあフェイス ID も私のイケメンの顔をですねスキャンして、はい、できました。ドドンということで、かっこいい。あくまでもチャージしてまあどんどん利用していくっていうタイプなんで、多分0円だと使うことできないと思うんでね。はい、こちらですね、とりあえずチャージしようかと思います。私は JCB のカード持ったっけな、そもそもな。ちょっと探してみますね。
JCB のカードありました。もっとね気が利くカードないんかいって話ですけども、こちらです。はい、というのでまあちょっとあんまり深くは、ね、言わないようでおこうと思いますが、こちらの JCB カードで、はい、チャージしようかと思います。できるますよね。はい、それではじゃあちょっとチャージという形で5000円、はい、チャージしてみようかと思います。まあ、あとはカード番号こう入力するしてって感じですね。はい、ここら辺は非常にシンプルです。はい、まあ、もちろんこのカードだからできないってことはないとは思うんですけどね。まあね、JCB ではありますからね。こちら5000円チャージさせていただきます。無事チャージすることができました。じゃあこれで実際にじゃあどこで使えるのかっていう話なんですけど、ちょっとそれ遅れましたね。こちらなんですけど、まだまだ正直使える店舗っていうのは少ないですね。ANA のというかスマートコードっていうものを使ってるみたいで、そちらをこうで決済してくださいっていうふうにお店の人とかには言わないといけないんですけども、コンビニに関してはポプラ、ローソン、生活最下という、他にもまあねドラッグストアとかもありますけれども、あとは天野とかでも、天野でも使えるんですね。ファーストキッチン、焼肉のワタミにも使えるんですね。最近はワタミってなんか焼肉屋に、ね、なんか買ってるらしいですね。ここもちょっと一回行ってみたいなっていうふうに思ってたんですけども、使えるみたいです。レストラン系が多いアジャンカラとかでも使えるんですね。で空港施設というので、長崎空港と函館空港でもなんか使えるみたいですね。もうこれ全部の店使えるということなんでしょうかね。それ宿泊施設はホテルニューオータニ大阪とか、まあ、そういったと一部のところで使えるみたいで、ANA クラウンプラザとかは使えないですね。トイザラスで使えるのはいいかもしれないね。ベビーザラスで使えるのはいいかもしれないですね。私も、ね、娘もられてベビーザラスは、ね、ちょこちょこ行ってるんで、まあそれそんなに多くないです、正直ね。ここら辺もっと頑張ってほしいなっていうふうに思います。ということで、まあちょっと身近なところだと、この中だと私はローソンなんで、ちょっと今からローソンで実際にちょっとこのね ANA Pay で、はい、決済してみたいと思います。店員さんもね、に伝わるかなみたいな、スマートコードで決済みたいな言わないといけないですけど、じゃあちょっと今から行ってみたいと思います。ということでローソンの方にやってまいりました。果たして使えるでしょうか。では中に入ってみましょう。無事買うことができました。結論があります。また部屋でいろいろちょっと話していきたいと思います。イエーイ。自宅に戻ってまいりました。というので、はい、メガアイスカフェラテ、いや好きなんですよねこのサイズ。できればねもうちょっとそう入れてくれたらなんて思うんですけど、まあでもそれでも、ね、ローソンこれ好きなんですよね。じゃあいただきます。やっぱりうまい。ということでついでにいい買い物しました。それでね、まあ決済なんですけど、本当にもう簡単で、店員さんと話、ANA Pay、アナ Pay って言って、みたいな、何それみたいな、なんかね、反応サービス、決済サービス始まった当初あるあるだと思うんですけども、もう店員さんもすぐに、こう、ね、ローソン店員さんもピッて、するだけで、他の楽天 Pay とか PayPay とかと変わらずに、まあ、バーコード決済でっていうふうに、伝えれば、多分もうそれで簡単にできるみたいですね。というので、無事決済することができました。ここら辺にもちょっと出しとこうと思うんですけど、ちゃんとね、残高も減っておりまして、利益もちゃんと見ることができております。まあ、今後はですね、まあ、こちらの ANA のアプリを立ち上げて、はい、ここに ANA Pay っていう風に出てくるんで、ここはマイレージの いつものね、飛行機乗るとき使うやつですね。それでまあ、こちらをですね、もうタップすればっていう感じになりますので、支払うっていう風にすれば出てくるので、はい。ただ、2タップ必要なんですね。他の、PayPay とか、楽天 Pay とか、そこら辺はもう1タップでアプリね、立ち上げれば、こんな感じで、もうすぐ出てきて、そう、するんですけども、ANA の場合は2タップ必要ということで、若干まあまあ日常で使うのであれば、なんかめんどくさいなって思うかもしれないですけども、まあでも、普段ね、飛行機、ね、乗られてたりとか、まあ飛行機が好きな方っていうのは、これでね、マイルを貯めることができるので、今回の場合だと、こちらのメガコーヒー310円となりますので、まあだから200円につき1マイルなんで、1マイルだけではあるんですけども、貯めることができて、さらに ANA の JCB カードを持ってると、まあそのダブルでね、貯めれるというので、カードの、まあ、ランクにもよりますけれども、100円決済につき1マイルぐらいのレートでですね、こうね、貯めれたりとかしますし、まあ、今回ね、JAL のカードで、まあ、チャージしたんですけども、JAL の方でも、まあ、5000分チャージしたということで、その時点で、ポイントもですね、貯めることができているはずなので、ダブルで取ることができるのでね、悪くないのかなっていうふうにね、思ってたりもいたしております。これちょっと気になるのが、ANAJCB カードのプレミアム持ってたら、公式ホームページには1000円あたり11マイル貯まるっていうふうに書いてるんですけれども、これっていうのはまたチャージ分も
もらえるのかな？ ANA JCB カードを使えば、まあ、ゴールドカード SFC の方ならね、持ってる方もいると思うんですけども、まあ、1000円あたり6マイル貯めれるということで、それをまたもらえるのであれば、私もマスターカード今持ってますけど、JCB カードに切り替えて、ANA Pay で、貯めていくっていうのもありかなっていうふうに思ったりもいたしております。まあ、それで、まあ、ね、さらにですね、まあ、先ほども最初にもお伝えした通りですね、ANA Pay の利用額によっては、こう、ステータスに反映される材料になるっていうので、まあね、今までこうステータスっていうのは飛行機に乗ってもう与えられるものっていうのは基本となってたんですけども、もしかしたら決済、まあかなりね、まあ例えばね、ラウンジ入れるとか、それぐらいのところになるとね、かなりの多分決済をしないといけないかもしれないんですけど、まあそんな風にステータスを与えられるっていう報道もありますので、まあこれはね、まあまだ詳細は発表されてないんですけども、ここはですね、すごい注目ですね。うん、ということで、まあぜひとも、まあ ANA のマイル貯めてるよって方はですね、まあこれを機会にですね、ANA Pay 使ってみてはどうでしょうか。皆さんもぜひともなんかこうね、この記事を見た感想、あと使ってみた感想とか、そういったところがあるのであれば、まあね、教えていただければと思っております。もっと店舗が、まあ増えればね、まあ始まったばっかりなんでね、セブンイレブンと、まあコンビニはね、使えるようになってほしいですよね。ということで、まあこんな感じで今回の動画終わりたいと思います。それでは。